見たことない鳥類ですね。新種ですか？新種ですか？間違いも重要な歴史なので本当はダメなんですけど。本当はダメなんだ。さあ本日は、はい、どの博物館に行くんでしょうか。国立科学博物館でございます。上野の国立科学博物館、はい、そうですそうです。地球のことや日本のことをよく知ることができる展示の数々があるという、はい、本当に巨大な博物館なんですけども、うん、ここは国立科学博物館の筑波研究施設なんです。普段はね一般公開してないんですここ。え、はい、なので、はい、この動画もめちゃくちゃ貴重な。じゃ普段は見れない、はい、その科学博物館の裏側を。裏側になるんです。うわこれは楽しみ。それじゃあゴー。うわゴー、シンプルゴー。今回の調査は国立科学博物館の研究施設に潜入。3人の先生方が案内してくれます。中に侵入させていただきました。勝手に入ったみたいになるからやめてください。入れさせてもらってますからね。許可を得ていただきました。すごいですね、これは。一応ですね、あの、西海先生という方を、今訪ねることになっているんです。西海先生、はい、はい、どこにいらっしゃるのでしょうかね。さあどこでしょうか。建物はいい、すごい、なんかすごくしっかりした。絶対西海先生。絶対西海先生。西海先生ですか。はい。そんなしっかりと標本持って。これは今持っておられるのは標本ですか。標本ですね。あのインド仏法僧っていうタイの鳥なんですけれども。インド仏法僧。はい。はあ。インド仏法僧を小脇に現れたのは鳥類の研究をされている西海先生。剥製の収蔵庫にお邪魔します。早速ここはまだ廊下なんですか。まだ廊下生地ですかね。はい、そうですね、あの山鳥、ね、山鳥、はい、ここからが本当の標本庫ですので。まだ、はい、廊下なんです。廊下で、廊下でちょっと中入るの準備してるところ、すいません、お邪魔いたします。はい、どうぞどうぞ。ちょっと待ってください。これどう、あ、これ棚をこう、そうです、移動棚、移動棚だ、はい、その方が多く収納できるという、はい、で、鳥の剥製、はい、ご覧ください。こんな風になっています。こういう形で、あらら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 、こうやって、はい、これ普段皆さん見られるものと違いますよね。あ、確かに。だって羽広げるなり、はい、さっきみたいにこう枝に止まってる、はい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 、こちらの収蔵庫にあるのはみんなこんな形をしています。ほうほうほう。これは仮剥製というふうに呼ばれていまして、仮剥製、はい、形を作ったものは本剥製なんですね。このスタイルが一番研究に適している。そうですね、計測がしやすい。なるほどなるほどなるほど。全長を測ったりですね、うん、はい、うんうん、はい、一種でもたくさん標本あります。これ同じ種ですね。同じ種類です。同じカササギという、はいはい、同じ種類カササギ。たくさんあるのは、はい、全部こう測って、はい、それの平均値が図鑑などに載っている全長と、なるほどなるほどなるほど、ということになります。はい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 。地域によっての個体差の違いなども仮剥製にして比べて分かることがあるんだそうです。マジで普段見れない、見れないですし、正直その仮剥製という存在もちょっと僕は初めて、うん、そうですね、どのぐらい保存されるものなんですか、これ一度作ったら。まあ、一番古いものですとここだと、140年、140年、はい、140年前のものが綺麗に残っています。綺麗に残っています。ここの収蔵庫には1万2000点もの剥製があるそうなのですが、その中で特に貴重だというのが、これがその非常に貴重 貴重な西表島に特産の、ね、あ、なるほど、コトラツグミという西表島でしか見つかってないんですね。でしかもこの標本を含めて世界に3点しか標本があります。そして生きた姿を見た人が誰もいないという
幻の鳥ですね。ちょっと幻すぎますね、はいはい、現代ではもう絶滅してるっていう絶滅してる可能性もあります。なるほど、はいはい、生きた姿を誰も確認していないと、はい、絶滅した可能性もあるコトラツグミを見られてラッキーですね。続いては本剥製に向かいますが、さあ、本剥製の、ところ行こうと思ったんですが、道中ちょっと平井さんがいなくなってしまいまして、西宮さんすいません、ちょっと、あ、はい、あの、すいません、本剥製の方、はい、ご案内します。全然何も気にしてない、はい、一人いなくなったのに先生大丈夫ですか。ちょっとじゃあ行きたいと思います。気にせず、はいはい、これはもう、はい、鳥類の本剥製の、そうですね、あの、そうですね、はい、まあ、皆さん見慣れた剥製じゃないかなと。そうですね、はいはい、実は上野の方に350点展示してあるんです、はい、でここにあるのは1200点ということで、1200点、はい、こちらあのダチョウとか、あ、ダチョウの、はい、うわーでかい、はい、羽大きいんですね、これも。ハゲワシですね。ハゲワシ、はい、ハゲワシ、はい、全長がすごい。あれ、え、それから、あれあれあれ、あれ、これは どういう鳥類ですか。これはこれ見たことない鳥類ですね。新種ですか。新種ですかね。新種の鳥類が、ああ、こいつ、どうも、世界一面白鳥です。面白鳥だ。ええ、面白くなかったですけど今。え、面白くなかったですけど今。え、すいません、浦井よ、え、ここで私と勝負しないか。いやだ、鳥は見たいです、僕は。鳥を見るんだけども、はい、この中で一番強い鳥をお互いちょっと選びましょう。数ある本剥製の中から強い鳥を当てたいという平井さんたっての希望で、西海先生にもお付き合いいただき、この中から強い鳥を当てることに。どれだ。ちなみにこれは何という鳥ですか。それはあのフィリピンワシっていう。フィリピンワシ、初めて見た。別名サルクイワシ。サルクイワシ、はい、多分サルを食うんだ。食うんだ。強いぞそれは、うん、くちばし縦に薄いというか、はい、かっこいい。そうですね、ワシの特徴ですね。あの、ワシの仲間は、ワシはこう平べったくて高いですね、はいはい、低い鳥。いや確かにでっけえから、いや でかいし、ただ、うん、あの飛べないです。低い鳥は浮力がすごい強いんですよ、はい、お腹を蹴られたら死んでしまう。この爪を見てください。この、ね、内側の爪がこんな長いんですよ。これ長いですね、はい、他の爪と比べて。これすごくないですか。これを武器にして蹴るって感じですか。そうなんです、はい、コンドルなんですね。コンドル、はい、猛禽の中で翼を広げると最大と言われているコンドルなんですけど、どれくらいの。4メートル近く。4メーター、はい、なります。4メートル、はい、でいやコンドルも強いよ。低い鳥に首ったけ、サルクイ、はい、低いコンドル。僕は決めました、はい、皇帝ペンギンじゃない。海の中に入ったら絶対勝ちます。そのフィールドがね、水中やって、あのフィールド水中でお願いします。いや勝ったらことしないですよ。どういう想定かは分からへんけど、先生の勝手にノミネートされた皇帝ペンギン、正解はあるのでしょうか。西海先生お願いします。まあ、僕の勝手な判断、はいはい、全然、あの全然、はい、いきますと、はい、やっぱり、サルクイワシですね。サルクイワシなんだ。そうなんですか。サルを飼って食べることができるので、うん、はい、そういう意味ではやっぱり一番猛禽として一番強いということに、はい、させてください。西海先生的ナンバーワンはサルクイワシでした。さらに他にもこんな骨だけの標本も見させていただいたのですが、どうやってこういう骨の標本というのは作られたりするんですか。確かにそうやな、うん、こんな綺麗に、だってそのに、まあ、いわゆるなんていうんです、なんか汚れてないというか、うん、はい、これは ある生き物の力を借りて作ります。生き物の力、はい、虫の力で骨の標本を作る？一体どういうことですか。
この中。この中。はい。すごい。はい、すごい光景。おお。あ、なんかでもちょっと匂いがしますね。なんかね、草やとかそういう。うん。うん、わ、すごい。実は起きてんのこれ、はい。何が起きてんのこれ。ここにここにいるんです。あ、これこれ。はい。じゃあ、はい、ちょっと開けてみましょう。はいはい。よいしょ、よいしょ、できてるかな？どうかな？ああ。今ちょうど食べてくれてるものですね。なるほど。なんていう虫ですか？あの、カツオブシムシという。カツオブシムシ。肉とか腱とかを、あの、カツオブシムシが食べて、まあ、骨をクリーニングする。あ、骨以外を全部食べるんですか？ね、そうです、はい。こういう作業っていうのは人工的には難しいってことなんですか？細かい骨が、あの、折れてしまったりするので、うんうんうん、そういう細い細かい骨も、あの、ちゃんと残して食べてくれるという。へー、はい、恐るべし、カツオブシムシですね。ここからはシダ植物の標本を使って海老原先生が教えてくれます。もうぎっちりと入っております。紙だ、はい、本みたいな。そうですね、あの、まあ、本みたいに見えるんですけれども、はい、取り出してみますと、本というよりは、はい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 、はい、こんな感じで、あの、いわゆる押し花のような、はい、そうですね、あの、我々押し葉標本と言ってますけど、押し葉標、はい、押して乾燥させた状態ですので、我々、あの、野外でこれを取って新聞紙に挟んで、あの、まあ、平らになるようにですね、完全に乾燥させたものを、その後この大体 A3 サイズの台紙に貼り付けて、それを、あの、棚にしまっていくということで、まあ、まるで本のように長期的に、あの、限られたスペースに保存するために、はい、まあ、押して保存するというのが植物の、標本の作法になっています。あ、そうなんですね。はい、動物とはちょっと違いまして、はいはい、もうこれで研究用かつ、あの、完成形、完成形ということで、はい、もう、これ全部同じ種類が束ねられてるんですけれども、これ一種類、これ一種類なんですけど、これまだ少ない方でして、はい、あの、種類によってはですね、一種類でもっともっとたくさん集めてるものがあったりします。ちょっとご覧いただきたいんですけれども、はいはいはい、わらびっていうのがあります。あ、わらびって山菜ですね。山菜する、はい、わらびの標本なんですけど、これみんな、あの、目に見えてるもの、みんなわらびの標本で、全部わらび、全部わらびで、同じ種類で、一種類の、で、こう下もわらび、わらびわらびわらび下も多い、ぎっしり、3000枚くらいあるから、わらびだけで、まあ、現地でパッと見ても気づかないですけど、これだけたくさん現物標本を集めて丁寧に比較したりできると、いろいろなことが分かるということもありますし、あと仮に今後気候が温暖化とかで変わった時に、この植物の分布がこうどう変わるかが予測できたりとか、そういったような使い方もできるので、あの、一点一点が貴重なものもありますけど、こういうふうにたくさん集めることによってこう意味を持ってくるような標本というのもあります。で、この標本、まあ、ちょっとこじんまりしてますけれども、はい、あの、まあ、たくさんまだ余白が空いてるんですが、うんうん、この余白も実は結構重要でして、なぜかと言いますと、はい、いろいろ研究していくと、実はこれわらびという植物じゃなかったっていうことが分かる可能性もゼロではないんですね。あ、なるほどなるほど、わらびだと思ってた、思ったけども、で、そういう時にですね、これ決して書き直すんではなくて、はいはい、これ実はわらびじゃなくてこういう別の植物ですよという、あの、新しく書いたですね、メモ的なものを貼り付けるというようなことが、まあ、習慣になっていまして、さまざまな研究者が調べ、新しい見解などが見つかると、前にあった情報は消さずにメモを足していき、情報が増えていくんだとか。そのために植物標本は余白を作って作るんだそうです。余白はどんどん活用されていくんですね。あ、だから消さないんですね。消さないんです、こっちを、はい、だから こうやって勘違いしたっていうことも、はい、何らかの、材料に。そうです、それとても間違いも重要な歴史なので、はいはいはい、間違いも歴史、間違いも重要な歴史、いい言葉ですね。続いては種子植物の標本を使って田中先生が教えてくれます。こちらをご覧いただきたいと思います。いくつかその標本を、出しました。はい、植物の標本、これ木なんですけれども、はい、それをここで切り取って標本にしてるわけですよね。はい、ですから一つのその木から同じ標本がたくさん取れるので、はいはい、大体私たちはその 4,5 枚取るんですね。説明書きとしては全く同じの、同じものがあと4枚存在しているってことですか。そう、例えばここで学名がつかなくても、うん、はい、他の場所にあれば、
そこの研究者がこの研究して学名がつくかもしれない。その余った標本をいろんな他の博物館と交換をしてる、はい、なるほどなるほど、はい、あるいはその災害とかで、はい、その標本が一箇所でダメになってしまう、なるほど、残るは失われた時に、はいはい、あなるほどなるほど、これいろんな標本があるのはですね、うん、私たち自身が採集した標本だけではなくて、うん、いろんな標本館から送られてきた標本があるのでコレクションがどんどん増えるっていうこと。ここである疑問が。珍しさとかに均等なんか差とかは別に関係なくっていう感じですか。それは基本は100点送ったら100点返すっていう同数、はいはいはい、同数になりますね。なるほど、はい、でこういうさまざまな、今標本植物標本をこの収蔵しているこの部屋をハーバリウムと呼んでいます。ハーバリウム、ハーバリウム、水族館はアクアリウムとも言いますけど、うん、ハーバ、まあ、ハーブですよね。ハーブだ。植物を台紙に貼る作業をマウントするというらしいのですが、標本作成してみますか。いいんですか。まあ、本当はダメなんですけど。本当はダメなんだ。本当はダメなんだ。本当はダメなことしていいんですか。後でめちゃくちゃ怒られたけど大丈夫。プラモデルが好きで細かい作業が得意な浦井さんがマウント作業に挑戦。植物をマウントします。マウントしてください。一、はい、回乗せてみていただいて、一番太いところというか、はい、はあ、軽い。慎重にな、慎重によ。ちょっと危ない危ない。起きなさい起きなさい。あ、でも、あ、いける。でもめっちゃ綺麗に、あ、うん、綺麗綺麗、ラッキー、すごい、うん、今回は運がいい。綺麗綺麗綺麗、はい、ちょうど今乗せていただいたところは綺麗ですので、うん、はい、そのまま貼ってみたいと思います。はい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 、でそれをですね、この電気コテがあります。電気コテ、はい、はい、この電気コテ、あの先が熱くなっていますけれども、はい、それで上から押さえると裏側のポリエチレンが溶けて、うん、溶けてその部分が台紙にくっつくという原理になっています、うんうん、軸の部分を最初に留めていただきますので、これを使っていただいたらと思います。はい、はい、うわ、うん、ついてない。グッと押さえて、意外に難しいんや。あ、難しいです。これは本当に経験を積まないと。あ、いいんじゃない、うん、良さそうじゃない。止まってきましたね。ちょっとじゃあ斜めにして できたということで、ちょっとで、あ、できました。ああ、大丈夫そうですね、はい、マウントできました。マウンター浦井誕生どうですかこれ、いかがでしょうか。はい、よく晴れたと思います。わー、やったー。お褒めに預かり光栄。光栄なんで全部言うの、なんでほぼ言うてしまう。実際にこれから登録して、その後でですね、ハーバリウムに収蔵されて、もう永遠に収蔵され、全然マジで我々より長生きですよね。まあ、もちろんそうですね。後世にどんどん伝わっていくものですから。貴重な体験をさせてもらえてよかったですね、浦井さん。先生方、ありがとうございました。ということで、はい、いかがでしたか。こちら、国立科学博物館筑波研究施設さんでございますけども、すごかった。上野でね、うん、見てた標本とか、うん、まあ、いろんなねものがもうここで、あと実際に展示されているやつは、うんうん、言ったら一部、本当に氷山の一角というか、そこの一つをちょっと覗かせていただきましたけども、すごかったですね、いや最高。次に出会う博物館はあなたの町の博物館かもしれません。それじゃあもう行きましょう、すぐあなたのところに。いやーイエーイ、上に行く。励まし励まし、いい。